赤城自然園は群馬県渋川市赤城町にある自然観察園。2017年現在はクレディセゾンが運営する。セゾングループの保有する120ヘクタールを本物の自然を知らない現代の子供たちのためにできる限りありのままの自然の状態に計画的に保全と創出によって再編し自然と肌で接して感動を得る場を作るという目標を掲げた。 津々見政の構想のもとに、杉や唐松のパッチワーク状の荒れた、リン地を、水源関与及び土砂流出防備の保安林機能を保持しつつ、干ばつ、下刈り、捕食などの手を加えて、林草を多様化させたプロジェクトである。約120ヘクタールの敷地内に、松や杉などの雑木林を中心に、東洋一の規模を誇る、石名下園、北関東で生育する、 ほぼすべての昆虫と触れ合える昆虫園などを構える。計画地は森の生物の観察を主眼とするオープンインセクトガーデンの考え方を基本に置き、四季の森及び世界的な尺投げのコレクション、セゾンガーデンと将来予定されている昆虫採集などのできる体験の森の4つのエリアを区分し、現在は植栽した植物が現地に馴染み、 そこに生物が息づくようになるまでは自然ではないというオーナーの考えから自然への同化の手当てを行いながら備えている。標高は600から700メートルで設計人は当時の西部都市開発の技術スタッフのほか、山本則久、北川元次、萩野健の徳原雅人プランタゴタセマサを、セゾンガーデン設計に、鈴木隆、ジェームス・ラッセ。思考。 運営、西洋環境開発、思考機関、森林整備は1984年から、造成植栽が1987年から、捕食養生は1992年から、継続している。現在では、捕食導入した山野草も、子孫を広げ、多くの小鳥や昆虫が飛来している。一方で、計画違いの新旧の植物リスト作り、昆虫類の生態データや、 標本の作成など基礎的な情報を収集し、長期的な計画目標であるフィールド状況と画像を連動させた利用システム作りに備えている。自然との触れ合いを重視しており、敷地内は林の下絵上がりや間引きなどを除いて最小限の開発にとどめ、飲食施設やレストランなどは設けていない。過去に赤字を垂れ流す運営状態だったことから、 現在は入園料収入に頼らず、本園の思想に賛同する企業からの協賛金を大きな収入の柱とする方針としている。もともとは1971年に当時の西部都市開発がリゾート開発を目的に取得を開始した土地。1980年までに土地の取得はほぼ完了したが、当時のセゾングループ代表だった堤政司がデパートの屋上で カブトムシやオタマジャクシを初めて目にする子供たちの姿にショックを受けたことでリゾート開発ではなく自然と触れ合う環境総合自然観察園として当地を運営することを決定。1988年に声優に当地の管理が移管され1993年に自然園として一部オープンした。しかし年間数億円ともされる運営費に対し 開園日は年間で50日程度にとどまったため、入園者は年間6000人程度しかおらず、運営は常に赤字の状態だったという。2008年に声優がウォルマートの完全子会社となった際に、本園は不良資産の一部としてやり玉に上がり、翌2009年3月に閉鎖。従業員も一旦は全員解雇されるが、一部の社員が無給で管理を継続。 一方で新たなスポンサーを探した結果、もともと同じセゾングループだったクレディセゾンが運営を引き継ぐことになり、翌2010年4月に再オープン、現在に至っている。旧声優時代に比べ開園日を大幅に増加させ、年間約150日程度の開園とすることで、入園者は年間約5万人にまで増えている。2014年には森林セラピー基地としての認定を受けた。 ありがとうございます。